35歳、ウェブデザイナー歴10年です。出産を機に育児休暇した後、復職しようと考えましたが、育児中で働くのに無理難題を突きつけられ、結局退職しました。半年後、突然会社から労基が来たんだけど、お前が通報したのかと連絡が来ました。私ではないと伝えましたが、労基からの注意が、残業代未払い、強制残業、出産業の復帰拒否などらしく、私が通報したと決めつけています。社長は名誉毀損で訴えてやると訴え、決まっています。どうしたら通報したのが私ではないという証明が取れるでしょうか。証明を取るのは不可能です。で、多分社内にいるんだと思うんですけど、労基の場合は誰が通報したかどうかというのを隠すのは本気でやります。通報した人を労基が漏らしたら、やっぱ通報しづらくなるじゃないですか。なので、いやいや、本当は違うよ、この人だよ、佐藤さんが通報したんだよみたいなことは労基が言うことはないです。で、逆に言うと名誉毀損で訴えさせても大丈夫です。井野さんがその通報したという証拠も逆にないんですよ。労基に入ったというのを名誉毀損で訴えたというので、その場合に多分労働基準監督署にもう一回行ったりとか、メディアに持っていくと、逆にでは自分がやってもいないし、労働基準監督署に入るような悪いことをしたにもかかわらず名誉毀損をしたということで、そういう形のスラップ処分をするのは良くないよねとかっていうので、メディアで叩いたりとか、逆に訴えるっていうので金取れたりするので、多分育児休業した時に復職できなくするような社長なので、感情的になって自分ができることをいろいろやって何とかしたいっていうので、名誉毀損で訴えるぞみたいなこと言ってると思うんですけど、多分弁護士さんも、いや、これ証拠ないんで訴えても絶対勝てないですよっていうふうになると思うので、なので訴えられる可能性はほぼないと思います。で、もう退職してるので、電話番号もブロックして、 LINE もブロックして、一切連絡取らないようにしてください。要はその決めつけていて、こいつを攻撃するっていうのを決めてるんだと思うんですよ。で、攻撃をすることで自分のストレスとか、またその攻撃相手はこいつだっていうので、そのなんとか今の状況を変えようみたいな形で、多分その犠牲として今後も使われると思うんですよね。なので、下手に対応してしまうと、あ、こいつは対応することがやっぱりその自分の中に弱み、があるんだなみたいなので、やっぱりこいつが通報したんだみたいな感じで悪者にされる可能性が高いので、ガチシカとするといいんじゃないかなと思います。ただ、労基からはそれでボーナスもらえると思うので、海外旅行とか行けばいいんじゃないかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。